皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。今日は皆さんに謝りたいと思います。何に対して謝りたいかというと、先日公開した本気で怒ってるから言いますという動画の内容についてです。その内容なんですけども、性別に悩んでいる視聴者さんからいただいた相談メールに私は答えるというもので、で、内容がちょっと、なんだろう、私の中で結構引っかかる部分が結構あって、あ、一応読みますね、最初に。かのんさん、はじめまして。いつも動画を楽しく見させていただいています。僕はノーマルな男子ですが、ここ結構ポイントなんですよ、私の中で。カノンさんのように体を女体化させてみたい。女体化、ここも。女体化させてみたい願望があって、少しだけホルモンをしてます。綺麗な女性のようにパンスト履いてみたいし、パンスト。可愛い服を着てみたいです。僕は女の子が好きなのに、こんなことしてるのはもしかして性同一性障害ですか？お時間あるとき答えてもらえると嬉しいです。という内容なんですよね。で、そのいただいた内容に、私は、なんだろう、結構疑問が起きちゃって、まず、女性ホルモンって、普通の男の人がやったら、めちゃめちゃ体に変化が起きるんですよね。女っぽくなるみたいな。あれ？ノーマルな男子だからさ、女性ホルモンしなくね？みたいな。で、他にもちょっと気になったのが、その、女体化とか、パンスト履いてみたいっていう、ワードが出てきて、私も性別変えて数年、そんぐらいなんですけども、結構その、女装の人とかと話すことも多かったんですよね。で、その中には、なんか女装フェチとか、性癖を持つ方もいて、ちょっと、ここで話すのもあれなんですけども、今日は、僕、パンスト履いてみたんで、よかったら見てくださいみたいな掲示板があったりとか、あとは、ちょっとブラジャー着てみましたとか、なかなか、ディープなマイノリティな世界があるんですよ。なので、そういうの見てきたからか、こういう、パンストとか、女体化とか文字見た瞬間に、え？みたいな、思っちゃったんですよね。で、中には、女装を、なんだろうな、癖になりすぎて、なんだろう、もっと可愛くなりたい、もっと綺麗になりたい、女性ホルモンやっちゃうみたいな、なんかそういう、感じに行っちゃう人も、結構私の周りもいて、それを踏まえた上で私はこの質問メールを見ておかしいでしょっていう、なんだろう、ふざけるなって感じの強い言い方を動画内でしちゃったんですよね。はい。私のこういう、なんだろうな、その時は私はダメなことはダメってちゃんと言わなきゃいけないなって思って感情的にならずに撮ってたつもりではいたんですけども、公開後の動画をちょっと数時間経った後、まあ、落ち着いてる時ですよね、気持ちが。その時見たら、めっちゃ感情的になってるじゃん、みたいな。もうそれも、そのはずで、コメント欄も結構、物議を醸してて。え、かのんちゃん、本当に悩んで相談してくれてるかもしれない人に、ふざけんな、みたいな感じで、変態なんですか？みたいな、なんかそういう言い方をするのはちょっと失礼じゃない？みたいな。ちょっとかわいそうだよ、みたいな。もしかしたら、その方は、ノーマルな男子って書いてるけども、だってカノンちゃん昔そうだったでしょって、性別に悩んでる時って男か女か自分はっきりしない時とかあったでしょって。その質問者さんも前のカノンちゃんと同じような今感情だからよくわからずに自分はノーマルな男子って一応書いてるかもしれないけども、本当はめっちゃ悩んでんじゃないのっていう。まあ要は、憶測ですよね。まあ、それを書いてる視聴者さんがいて、まあそれも一理あるなと思います。本当に私もそうだったから。私の中で動画を撮る上で心がけてるのが、まあ相談メールですね。いただいた内容だけを受け取るようにしてるんですよ。要は私の憶測だけで答えてしまったら、求めてないことの答えになってしまうんじゃないかっていう、そういうこともあると思うんで、もう本当にいただいた内容だけ。で、文章ってさ、時間かけて書くもんじゃないですか。話すっていうか、リアルではないっていうか、ちゃんと考えながら書くことができることなんで、憶測というよりかは、ちゃんと内容だけを見て、答えたっていう感じだったんですけども。まあ、それも、難しいですよね。性別の部分って。やっぱり、脳みその感覚の部分だと思うんで、一概に、これはこうだとか、わけわかんないんですよ。私自身もわけわかってないんで。まあ、私がちょっと感情的になってたっていうのと同時に、ちょっと傲慢になってたのかなっていうのも思いました。それはなぜかというと、まあ、ありがたいことに視聴者さんに、元男の子 YouTuber としては、たくさんの方に認知してもらえるようになってる段階だとも思うんですよ。だからなんか自分の中でいつの間にか、自分はご意見番だみたいな。なんかそういう嫌な部分、人間の嫌な部分が出ちゃってんのかなとも思っちゃった。なんか見てて自分も嫌になりました。あの動画は。本来だったら私も同じ境遇ですからね。悩んでる方皆さんと。
同じように悩んで、同じように考えて、今の自分になってるわけなんで、そういう方々に親身に寄り添うことができてなかった時点で、私はダメだなって思いました。そこはもう本当に認めざるを得ないなと思った。ごめんなさい。まあ、今回、なぜあそこまでブチ切れたかにもちょっと、理由があって、まあ、トラウマに近いと思うんですけども、数年前に仲いい先輩が自殺をしてしまったんですよね。で、なぜ自殺をしてしまったかというと、最初はその方はなんか女装のつもりで女の子の服を着たりとかしてたんですよね。その方とはちょっと私はブログで知り合って、その時私まだ普通の男子だったんですけども、まずは女の子の格好をして、女性として生きる準備をしたいから、なんか女装の方と会ったりとかしてた時期があったの。その方と出会ってめっちゃ可愛がってもらったんですよ。かのんちゃん、カツラはこういうのを選ぶと自然だから可愛くなれるよとか、もう本当にいい人で、もう私にとって恩人。その方が、なんか本当に女の子になりたい。なんかそういう風に気持ちが変わったみたいで、女性ホルモン始めたんですよ。だんだん女性らしくなってめちゃめちゃ綺麗になっていって、あ、すげえなって思ってたんですけども、いきなり連絡取れなくなって、数ヶ月後に、見つかって、自殺をしてたんですよね。理由もちょっと衝撃的で、私にとっても本当に忘れられなくて、それが、実はその方、結婚してたんですよ。私全くそれ知らなくて、本人も結婚してないし、女の子になりたいみたいな感じで言ってたんですけども、結婚してて、しかも子供もいて、離婚とかしないんですよ。まあ、その本人は、やっぱり、男として生きて家族を支えていきたいっていう気持ちに、なんか女性ホルモンやって、てる途中の段階で気が変わったみたいで、よし男に戻ろうってなって女性ホルモンやめたんですよ、途中で。したら体にめちゃめちゃ不具合起きて、女性ホルモンって一回やると体の変化が戻らないんですよ。本人は絶望になってしまったみたいで、男に戻りたいのに戻れない、体が中途半端、どうしようって自殺してしまって、で私はそのお葬式でそのご家族、まあ奥さん子供見て、なんかすごい複雑っていうか、もうそれがすごいトラウマで、生きるって難しいなって思っちゃったんですよね。あの光景が忘れられないっていうか、ちょうどこの今の時期が先輩の命日で、9月の20何日なんですけども、まあそういうこともあって、私はその質問者さんに多分ですけど、私の個人的な感情をぶつけてしまったのかもしれないなって思ってます。まあそういうことがあったんですよ。私はこれ以上ああいう人をもう見たくないっていうか、まあ、そういう気持ちが強いですね。まあ、いっぱい苦しんでる人もいるんですよ。私みたいに、ってやったりとか、なんかおちゃらけてる人たちばかりではないっていうか、もうそういう私みたいな人が目立ってるから、あ、元男の子さんってなんか陽気で楽しい感じの人なんだなって、っていう認識がもしかしたら世間にもあると思うんですよね。まあ、確かにニューハグバーとかさ、めっちゃテンション高いお姉さんたちいっぱいいるじゃないですか。でもね、意外とね、悩んでる人多いんですよ。私はちょっと鈍感なんで、別に人生楽しければいいでしょみたいな感じの生き方のスタンスだから、別にそこまで悩んでないんですけども、ただ周りでそういうことがあったから、まあ、大切なお姉さんを失ったっていう、私にとっては本当に当時のすごい心の支えであった人だったんで、まあ、そういうのをもう見たくないっていう気持ちで、あんまりネガティブなことを発信しないようにしてるんですよ。まあ、それが私の動画のスタンスのルーツでもあって、まあ、これは私の都合ですね。ただね、結局自分の生き方って選ぶのはその人本人なんですよ。周りからとやかく言われたって自分次第だと思ってて、今回いただいた相談者さんは、まあ、パンストとか女体化とか結構えげつないワード、女装界でいうえげつないワードなんですよ。それがあったんで、ムムムって思っちゃったんですけども、まあね、それに話したらキリないんであれなんですけど、いやー難しいな。まあ結局最後に決めるのは自分次第っていうことです。我慢するか幸せを取るか、うまいこと言えた今、言えないな。我慢するのもありだと思う。ただそれを解き放って冒険するのもありだと思います。私は冒険したいから今こういう生き方をしてるんですけども、これはこれで今幸せです。伝えたいことは伝えたかな。私がここまで女性ホルモンに対して口うるさく言うのは、まあ、そういう過去があったからです。まあ、先輩の話はもうね、正直視聴者さんにはね全然関係ない話なんですけども、でも
私的にはこういうこともあったっていうことを伝えたかったんで、今回お届けさせていただきました。これから元男の子さん、私じゃなくてもいろんな元男の子さんが勇気を出して力強く生きていってほしいっていう方は、ぜひ高評価のボタン押してください。結局エゴかみたいなね、自分の。ぜひチャンネル登録もお待ちしております。 Twitter、Instagram、そして TikTok もやってますので、画面の下からフォローしてね。また次の動画でお会いしましょう。